ナウーマン新宿ナウーマンは東日本旅客鉄道の連結市会社で駅ビル型ショッピングセンターを運営する株式会社ルミネが展開する新しいファッションビルのブランドである。従来のルミネより年齢層が高めの30から40代のより上質で本物志向の大人の女性をメインターゲットにしている。2020年現在ナウーマン新宿とナウーマン横浜の2店舗が 存在している。JR 新宿未来のタワーの1から4階と、クリニックフロアの一部、駅部2階及び、線路上空文化交流施設の一部に展開し、売り場面積は約7600平方メートル。約100店舗が出店し、その約8割が新宿初出店だった。新宿駅以外にも、バスタ新宿とも直結している。 新宿にはすでに複数のルミネ店舗が存在し、その中でもニューマンはルミネ1、2の卒業生とも言うべき年代で、買い物の経験が豊富であり、他人とは違うものを欲している女性をターゲット層として設計されている。横浜駅西口の駅ビル JR 横浜タワー内の1階から10階に入居し、売り場面積は約1万3000平方メートル。ルミネが運営する。 ファッションビルとしては初めて、グッチやティファニーなどのラグジュアリーブランドが入り、アパレルや飲食など115店舗が出店。また、神奈川県に、ゆかりのある生産者やクリエイターの商品を扱う、売り場である2416マーケットのほか、VIP 用のラウンジも、ルミネ運営のファッションビルとしては初めて導入された。3階から5階の屋外には、ハモ屋外の回遊デッキ、 6階には屋外庭園、ヌーマンガーデンがあり、JR 横浜駅の10番線の上にはみ出すように設置されている。なお、横浜駅東口の駅ビル、横浜ターミナルビルには、開館時からルミネ横浜店が入居しており、住み分けがなされている。開発コンセプトは、ストーリー、ING。新時代を自由に生きる人とともに、 ストーリーをクリエーションし続ける場所という意味が込められている。館内デザインはデンコン号が担当し、グローバルポートシティをテーマとして、壁や床には貝によって異なるデザインのタイル約30万枚が使われている。ありがとうございます。